まあこんな感じに簡単なアジサイの絵の描き方が教えます。まあ、6月っていたらこういうカタツムリとかアジサイですよね。ということでアジサイの絵を描きます。 こうあ、落ちたこうやって三角にしてどんどんこうしてねそしたらまー、あ、ジ際サイっていうのは丸いからこういうして丸くなるようにこうやって うまく、やっていますよ。そしたらこう、でて全部できた同じような大きさがいいかな。 まあ、だんだんこんな感じでやっていきます。 まあ実際って言ったらこういうだから。<laughs> こういうね。色を。こう。で書いたところに色をこうやって出ちゃいます。なんか違う種類の青。同じ青じゃなくて違う種類の、例えば水色や、 まあ、あ結構多いんで、ね、まあ、とりあえず、ね、進めていきます。早送りで、ね、じゃはい。まあ、そしたら、あと、こう、やって、 葉っぱの絵を描くんだよ。くんですね。あと、ここが、ここ もうこうしたらはいこれで実際の完成ですじゃあそれではさらばバイ。